ちょっとお邪魔したいと思いますんで。こういうとこほら、こういうとこいいじゃない。ちょっとこっちから人工系のこの街道、この苔街道見てくださいよ。国道につながる苔街道、こっちから。悲しいものを発見しました。都会の残骸です。これもう殺苔事件ですよ。これもうまさに。今の殺苔、苔に興味がない人は、まあ、いらないから排除するよね。悲しいからさ。でもあいつは何かの邪魔をしたのかと思う。景観が悪いわけでもなくないしさ。だから難しいよね、そういう。車が行き来してるところで排気ガスをさ吸って二酸化炭素に変えてるわけよ、苔は。そうですね、光合成するために。そうですもんね、二酸化炭素が酸素を出してるわけよ。なのにあの扱いってね。だから欲しいんだったら持っていく、持ってくのよくないよ。だけど嫌なんだったら、処分だったらどっか捨てるなりさ、土にね、僕なりしてくれるやろにさ、剥がしたって。こういう国道の大通りにもいるっていうのを考えるとすごいよね。どんなとこにもいるんだもん。だって排水溝とか、はい、あの雨どいとかって違うわけよ。誰も水あげないんだよ。そうですね、確かに、うん。まあ、だからこそこのガードレール下、ほらここ見てください。普通ね、こういう植物いるでしょ、種子植物で。こういうアスファルトには絶対に入られないわけじゃない、根っことかも必要だから。なぜかって言ったら、見て、ちゃんと下に苔がいるの。苔の隙間にこの種子植物の種が落ちて、苔の間だから水で流れなくて、そこから根を出す。ここにもちゃんとね、下に必ずね、で苔がつくとそこに砂も集まってくるから、こうやってちょっとした土ができる。そうしてこういう植物が、つまりこういう円筒に生えてるやつ、ね、ほとんどが苔があったりとかする。よく葉っぱで、影になっちゃったら方向性できないから、だんだんその場所を渡す。そのぐらい生き様がかっこいい。国道15号にもいっぱいいるわけなんですよね。そうですね。だやっぱそうなるとね、コンクリートで、中でも生きていけるような銀苔とか、そういう塗装リ苔とか、そういう感じの針金苔系の仲間の苔が多いんだけど、種類はそんなにいっぱいあるわけじゃないんだけど、そういうところに来てとか、ほら、建物なんかね、誰のものかわからない。こっち側から見たらすごいですよ、苔が。ほら、なんか水
ところにいるのかな、流れすぎるところに。これもこんな風に見つけたらあっという間に綺麗になりましたもんね。これ美しいよ。こんにちは。来ましたね。見る？ね、ここさ、石子さんが管理してるわけじゃない。じゃない。いやでも